くまお願いします。いいですか。熊本、熊本歌舞伎とかよくご覧なんですか。だから八千代座って山鹿の、はい、あそこ何度も行って、あ、そこはね、明治時代ですね、ここだけね、はい、江戸時代一番古いんです。あ、そうなんだ、はい、天保6年いますね、1835年の建物ですね。へえ。昔はもっとない町並みにあったんですが、はいはい、昭和40年に重要文化財になって、うん、当時にこちらね、4年かけて増えました、ね、あ、そうなんだ。できたが昭和51年、で昭和60年からさっきおっしゃったその歌舞伎をね、うん、毎年ずっとやってきたんです、うんうん、でただね、3年前の35回までやってたんですが、うん、36回目に特典でこれはできないなって、うんうん、この3年ができない。そうなんだ。で35回に来られたのが中村勘九郎さんと篠塚さん、兄弟でお越しいただいてね、うん、4月16日にこれで歌舞伎さん、そうなんだ、連日満席、36回幻になりましたが、本来です松本白鸚さんと小石さんの、ね、親子で襲名披露公演をしていただいたんです。ゲットも販売してたんですが、あ、キャンセル。僕はあの襲名の歌舞伎座行ったもん。あ、そうですか。ああ、はいはい、で全国をね、ああ、ずっと回られて、ああ、でおそらく最後の方にここでね、受け取りたくようとやったもんね。そうなんだ。それが残念ながらね、あー、もったいないね。今まで来たのとお名前と言いますが、もう一度にね、役者バージョンで出てますね。はいはい、あ、これですか。役者さんがね、もう来てない役者さんがいないって言ってくれね。あ、そうなんだ。これはお前と知ってます。うんうん、もう何回となくですね、お越しになりまして、このきっかけを作っていただいたのがですね、うん、18代目の中村勘太郎さんです。あの方がここへ来られました時にですね、うんうん、あまりにも雰囲気が素晴らしいんで、またみんなで歌舞伎をしようというふうにね、おっしゃっていただいて、それがきっかけでこの歌舞伎が実現したんです。で次は建物の特徴なんですが、はい、今入っていただいた小さい遊具ですね、はいはい、これ名前はね、ネズミ軌道という名前ですね。でなんでこんな小さかと言いますとね、うん、昔はここがね、札場という場所で、不動船入場料をここでいただいてます。うん、その時にお一人ずつ間違いなくいただくために、わざとちっちゃい友人誌ですね、うん。大きな友人誌とりますと、中にはね、ズルをして、ゾロゾロ。それが手札のちっちゃい友人ですね。そうなんだ。で、向かって右側は閉まってますが、はい、大番長旦那衆、夜お金持ちが、うん、人と手が連れて向こうからさ、さすがですね。左側は同じような友人ですが、あれは御用人と言いまして、うん、身分の高い方専用なんです。平成9年、今の天皇陛下が皇太子さんの時にお越しになったんですね、うん、その時は向こうを分けして入っていただきました。江戸時代のね、天保6年言いますと、まだ身分制度が残っている時代ね、うんうん、一般庶民の方が真ん中、金持ちが右側、平行品の方が左側、ね、なるほど、わざわざこう3つ使い分けしたんですね。なるほど。その名残でこういう指示したんです。向かって右の奥がね、下札場で、今の通りが見えてますけどね、これ昔はい、履物が、下札の通りに花がついてます。はいはい、あ、こうやって、はい、そこだとね、簡単にするんですよ、わずかに使い方ができたんです。非常に合理的でいいんですが、うん、今は残念ながら普段に使えませんけど、うん、昔はここで始まるのね、わずかに。なるほど。手が出発するのも大変ね、たくさんの方が多くなりです、うんうん、で今日はこの花道からご案内します。ありがとうございます。今日はですね、こから先はもう役者さんオンリーなんですが、うん、今日はもう歌舞伎をしてませんから、この花道から入ってます。わー、嬉しい。花道一回通りたかった。この左の人がね、奈落です。はあ、ね、ずっと進んでいきます。極限つながってます。うん、で、役者さんが楽屋で準備ができますと、奈落を通って、うん、ここで自分の出番を持ちます。うんうん、で係を降りまして、出番を巻きを振ります。うん、その時に、チャリーンととかしましてね、お客さんの一線、こちら振り返ります。で、役者さん気持ちを込めて出ていくのはこの花ですね。今から幕を引きますので、今日ちょっと役者気分でね。はい。いきますよ。ありがとうございます。おお。中村屋はぁ、こっから江戸時代です。そうなんだ。あ、これは完全にフラットなんですね。はい、うん、前は、まあ、少し伺ってますけど、ちょっとね、はい、うん、この一マスにね、昔はですね、はい、大人が4人入ってた。4人ね、今はそこの席です。お相撲と同じやね、で今そこに座布団引いてます。2マスと5人前の座り方をしてもらってます。うんうん、で、お客様は向こうから入って自分の席に行くんですが、うん、先に座っている方がいますので、この板の上を通るんですね。はい、これが歩みで、この板を通って自分の席です。うんうんうん、で、お年寄りなんかの場合は、お茶子さんという別のボランティアがお席までご案内します。うんうん、ここは今な、全部いっぱいいっぱいで何人入るんですか？定員は740なんですが、うん、お芝居の時はまあ切符は700ぐらいで売ってますね。あ、で、
2階の正面向こうさですね、大変眺めよい壁際は大向こうに壁際の通路が上がっております。お芝居の途中で待ってましたなんて夕方が撮る時が一番壁際は大向こうですね、うん、でちょっとカートの天井です。先ほど500本踊ります。舞台の奥から客席後ろまで一面に先ほど500本格子状にわざわざ組んでる、うん、格子状に組んでるところにあるね、まあ、目的というかね、ある使い方があるんですが、うん、なんでね、わざわざこんな格子にしとるかご想像できます。わかんない、上からね、お芝居の途中で花吹雪をする。普通はね、舞台の上だけなんですが、うん、この金丸さんはお客様のサプライズで客席に振るんですね。そのための講師凝ってますね。それもね、機械の仕掛けがなくて、うん、今見えてる細長い板、うん、あの板に地元のね、琴平町青年部の方がボランティアで上がります、うん、自分で押し進みながらね、うん、花吹きを仕掛けそうなんだ。もう高さが約7メーターね、大変怖いお仕事ですね、うんうん、名前はね、ぶどう棚天井というんですね。この真ん中の大きな提灯が顔見せ提灯、大変雰囲気のある提灯ですが、これは、歌舞伎に加えた役者さんのお家の家紋が入ってます、うんうん、毎年入れ替えとるんですが、残念ながら先ほどお話ししましたように3年前の中村さんの前に止まってます、うん、前列真ん中、八角形の、ね、家紋が見えてますが、はい、あれが中村さんのお家の家紋で、うん、名前は住切町というんですね、うん、両側に見つかるのが鶴丸というね、大変高貴な方のお家の家紋なんですが、うん、この金丸座は江戸時代から座紋として赤い提灯も全部その鶴丸を使っている。次に、ね、今ね、入っていただきました夕日の真上をご覧ください。黒い金具が上から2本ぶら下がってますよね、はいはい、あの黒い金具はですね、役者さんが中乗りをするときですね、うん、あの金具が下に降りてきまして、役者さん上へ釣り上げます、うん、で釣り上げたところで決めポーズをとって舞台に向かってずーっとね、重要な道具です。そうなんだ、今でフライングっちゃうんですね、スーパー大歌舞伎、ね、そう、うん、で昔から江戸時代からやったらしいんですね。あ、そうなの。で昔はね、荒野で引っ張られておったんですね、うん、今はとてもそんな許されません、うん、これだけね、電動で上がったり下がったりする。そうなんだ。この芝居はね、全て手作り人力なんですが、うん、例外的にこれだけ電気で動く、あとは全部人力なんです。素晴らしい。見ていただきますと、はい、ここにね、近くにとってね、名前はすっぽんと言いますね、はい、すっぽんが首をひろっと伸ばすような感じで役者さんがひろっと上がってくる、うん、そういう仕掛けです、ね、ただ大きさが小さいですから、あのこんな衣装つけた役者さんは無理です、うんうんうん、ここからですね、キツネのお化けとか幽霊舞台ですと衣装が簡単ですので、うん、この大きさでも上がってくる、うん、で使うときは留め金を、ね、外しますと、この板が奈落まで降ります。で奈落で役者さん乗りまして、うん、こっちを2人、こっち2人の4人でせーのでも、ああ、どこにもボタンがついてありません。そうやってやるんだ。さっきの地下通路とつながってるわけね。そうです、はい、これもね、同じように奈落につながっているんですが、階段でつながってましてね、使うときはですね、この板を取ります、うん、そうするとね、役者さんが衣装の早がりをするんですね、一番途中でね、で、降りたところで違う衣装に着替えて、また花道から入ってくる早変わり、今度はね、歌舞伎ではね、移動で怖い使い方でね、妖怪お化けが出てくる、ね、あ、ここで、非常に今度は真珠で飛び込むという、そういう使い方、いろんな使い方があります。これは他のね、芝居はどこにもありません。あ、ね、歌舞伎でも京都南のどこにもね、うん、ない芝居です。で、これはですね、周りが大きな周り舞台ですね、うんうん、重さが約2トン、直径が 7.2 メートル、この2000キロを4人の人間が機械に乗りでは力を持ってこんな感じで読んでます。はいはい。でこれは最初のポイントが大きいセリ、はいはい、この大きさになりますと一本の設定役者さんが上がってきます。そのから重たいですから、向こうは3人、こっち3人の6人、6人でしたから、もうとにかくはもう人力が人力でほとんどの世界ですね。であと大劇場との一番違いは、この客席と舞台の距離が非常に近いですね、うん、そこに座ったお客様からも役者さんのお顔はよく見える、うんうん、見えにくいお席はありません。これがね、やっぱり大劇場にないと思ってですね、うんうん、であとまあ歌舞伎はですね、ずっと毎年4月にやってきてるんですよ、うん、でその4月にやってる理由がありまして、簡単なんですが、冷房と暖房がありません。あー、なるほど。今日も寒いんですが、暖房効いてません、うんうん、重要文化財ですので、ね、非常装置がやっぱつけられないんですね。あー、そうなんだ。したがって4月の季節のいい時だけ戻し歌舞伎は、うーん、で今日はこちらのね、裏を受け入れるの、ありがとうございます。裏がね、楽屋なんですよ。はい、一体お部屋なんですけどね、うん、今現役で歌舞伎に出てることなんです。もう普通の楽屋と比べたらとんでもないね、
それでまあ縦札が変わってますけど、これはね昔の使い方を示してまして、うん、ここは、林方部屋、いわゆる楽団音楽隊が昔は控え部屋で使うことですね、うんうん、今歌舞伎の時はこの縦札を取りました。一つの楽屋として入ってもらいます。それでも天井に行くんですね。本当ですね。でこの2階もね、欧米がありますが、昔はですね、そう取ったみたいですが、うん、今とてもね、この急な階段を衣装をつけて上がりはできませんので、うん、今歌舞伎の時はもう2階使ってません。使ってない、うん、でここは頭取部屋といいまして、昔でいうこのマネージャーさんの役目ですね、うん、こんなもうちょっと変則なもやですけどね。ここの人があの演出家になるわけね。世話役ですね。世話役、あ、世話役ですか。はい。ここは一応方で、まあ、長町多いで衣装が違います。まあ、ここの楽屋の中で一番広いお部屋です。多分3年前、関東から来たと思います。ここは床山部屋、三宝亭さん、美容室ですね。ああ、こういうのもあるな。で、ちょっと順序外れますが、この奥にですね、はい、ちょっと変わったお部屋がありますね。ご存知だろうか、ちょっと。昨日お風呂ですよ。あ、これお風呂。お風呂。へぇ、ね。ちょっと珍しいと思うんですけどね。うん。鉄の五右衛門風呂の上がありますけどね。これは木桶なんですね。で、この仕掛けはですね、うん、これがね、外の滝口に刺さったんですね。で、外の滝口に薪をくべて、うん、これがあってね、火、うん、が循環してお風呂が沸くというね、そういうシステムなんですね。まあ、今はさすが顔筋では使われませんが、うん、昔はここでお風呂に入って、うん、汗を流したり、うん、お化粧を落とすのにね、そうと思います。なるほど。木桶のお風呂場ですね。すごいね。ちょっと珍しいですね。ねえ、本当ですね。で、ここからの奈落に降りていきますけど、あの階段はね、非常にきついんで気をつけてゆっくり降りてください。わかりました。どんどんそうですね。はい、よし。あ、これですね。はいはい。これがですね、ここに1本、2本、2本、3本、4本、この4本をですね、下の力石を踏みながらね、あ、こんな感じでね、はいはい、上に出ます。へぇー。で、その周りのね、はい、秘密というか秘訣がね、これなんですよ。木のね、橋との回転ごまというかね、うん、これ石みたいに見えますが、もう橋の木なんです。橋の木っていうのは、木の橋は24セット入ってますね。うんうん、周り舞台と台座の間をスムーズにこう回るように、これが入ってます。そのおかげで回るんです。へぇー。そうなんだ。で、舞台の中央にあります、テレビの下がここです。うん。で、使うときは、このボッキー、これが目を外します。こちらに1本、2本、2本ですね。はい。そうすると、この上のテレビがね、このサピーボードをずーっとね、この辺まで降りてます。うん、うん。で、役者さんがここからね、降りまして、はい。こっちを1、2、3人、向こう3人、はい。6人で、ここでもしっかりしている山でございます。あ、その瞬間にまたこうやって、はい、3人3人の先の役目をやったりして合計7人、はい、で持ち上げて、これはすごい。で、隅っこにあった体の人がここですね、うんうん、階段でつながってますね、はいはい、でここでまあ役者さんが場面の前で違う人に着替えてきて、ね、また新しい人で入っているんですね、うん、まあ、いろんな使い方ができる仕掛けですね、うんうん、で、ここからこう花道の、ね、下を歩くのがあります。はい。で、途中にありましたすっぽんの下がここですね。あ、これですね。はい、理屈は一緒ですね。こっちを2人、向こう2人、はい、4人でここから歩く。なるほど。 NHK の村田萌衣のね、番組で5年前に田村さん収録来られましたね。そうですか。 ここからね、これに乗って上がってもらいました。本当に。はい、楽しそう。なんかそういうのをお金取ってやったらどうしよう。僕はお金払ってやってもらいますよ。いや、花道に出られるならお金払いますよ、本当。うん。一人5000円とか1万円取っていいじゃん。いや、本当。うん、ぜひ。はい。花見、
人生で一度でも花道に上がれたら安いもんすよ。無双まで。はあ、はあはあ。もう二度にね、間を合わせてね、なかなかね、この成功に作れませんですね。本当だ。これだけでね、雨風をしのげるんです。そうなんだ。ちょっと大変なのはね、この明かり窓、全部一枚一枚手で開けてね、うっかり棒を差し込むんですね。で、歌舞伎のお芝居の途中で、よく暗転をするとかね、明るくするときにはね、ボタンじゃなくて一枚一枚手でね、全部こう開けて。そうなんだ。で、この上のね、3階にもね、屋根の上に、ね、明かり窓があるんです。今日寒いから閉めてますけど、これを全部人力で、ボランティアの人間が手分けしてね、赤いランプがついたらスタンバイ OK、 ランプがポッと消えたら一斉にみんなでパタンパタンパタンって。そうなんですか。はい、すごいな。でここはもう、この一番飲みやすいところですね。はい、最高に並べられる。あれですか、入場料はこっちと下とどっちが高いんですか。あの、ね、正確に言いますとね、はい、3年前の中村さんの時で、はい、特別席とA、B と3中、はい、特別席はね、ここね。あ、ここね。それとね、あの、花道ね。はいはい。針花道のあの、横のあの、赤い毛線の手前。手前ね。ここにもありますね。この3箇所が特別席で、はい、特別。中村さんの時に3年前でね、お一人が1万6000。ほうほう。で、この平場席と桟敷席。昔は金持ちが桟敷で、庶民が平場やったんですが、うん、その時は今は料金一緒で1万4000。ほう。2000ですね。で、一番安いのはね、この壁際 B 席、これはね、うん、オウム声もさっき言った普通の方がね、お座りになりまして、普通の方はね、何回もね、いらっしゃるんです、うん、そのために少しお安くして1万円という要請ですね。そうなんだ。まあ、それで、私はあの歌舞伎座、まだ見たことないんですが、うん、歌舞伎座の常連の方が来られましてね、その料金をなしますと、歌舞伎座で1万6000円がもっと後ろの方からね、うん、こう眺め下ろすような席になっちゃうわけですね、うん、こんな近くでは見れないとおっしゃってます。立派だ。それでちょっと特徴があるのは、あのコンピュータ大芝居、額のね、かかってる下のお席が、ちょっと柱の幅が広いんです。ああ、ね、広い。実はね、ここの金窓の記念式、ロイヤルボックス、うん、平成9年、天皇陛下がね、皇太子時代に来られた時、あそこにお座りになられて、うんうん、秋の芸術祭というのをご覧になった。うん、で柱の幅が広くて、びっくりしてるのと、舞台に近くて迫力もあります。花道に入ってくる役者さんがすぐに見えますね。うんうん、ここもね、いいお席なんですが、花道から役者さんがすぐに見えないですね。そうですね。2、3歩歩いてね。うんうん、でそれと、さっきのこの辺りですね、よく役者さんがね、陰陽球で工場を述べる。それがあの金石の向いてね。あ、いろんな意味の陰陽球ですね。うん、もしよかったら後でね、あの金石を味わってください。行ってみます。一応、基本のご案内はここまでです。ありがとうございます。あとはあの